バスケットをやっていて楽しいか？バスケットは好きか？いつからか、そう質問されることが煩わしく思うようになっていた。やるからには勝たなければ意味がない。楽しいという感情は勝つために必要なのか？答えにたどり着く前に、もう一人の俺はその答えを切り捨てた。しかし、皮肉なものだな。黒子たちに追い詰められた時、俺は抑えきれない高揚感を感じたんだ。勝利への執着ではなく、純粋に勝ちたいという衝動を。そして初めて経験した敗北は、形容しがたい胸の痛みを伴った。だからこそ俺は答えを見つけることができたのだと思う。今また同じ質問をされたら、こう答えよう。バスケットをやっていてよかったと。そして次こそ勝つのは俺たちだと。